はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の極座標と極方程式丸5をお送りします。で、今回も問題演習3問やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は前回の動画の逆ですね。直交座標を用いて表された、つまり XY 使った方程式から極方程式 R と θ を使ったものに変えていきます。前回が逆でした、それの。で、基本的な方針は今まで勉強してきたことと変わりません。使うものは、X イコール R、ごめんよ、コサインシータと、Y イコール R サインシータ。そして今2乗バージョンですね。R 2乗イコール X 2乗プラス Y 2乗。この3つを使って、XY から R シータのものに変えていきます。だから、1番だったら、X と Y にもそのまま代入すればいい。といった流れ。だから代入していくと、ルート3。R コサインシータ。マイナス R サインシータ。で、マイナス4は右辺に持っていきましょう。こんな感じ。で、ここ R がくくり出せるので、R で出します。で、こうか。で、こっからちょっとポイントで、このカッコの中を今から変形していきます。でね、これ、ちょっと順番を変えて書くと、マイナスサインとサインをね、先に書くと、こうなりますよね。で、この形を見ると、やっぱり合成したくなるんですよ。なんか流れ的にね。で、合成しても、×にはならないらしいんですよ。一応確認したんですけど、知り合いに。ただ、この問題は、合成すると、まあ、数字がくっつくけどね、サイン、カッコ、シータ、プラス、ホニャラみたいな形になるじゃないですか。で、サインではなくて、コサインの方がいいんですね、ここ。だから、そうなるように変形していきます。合成ではなくて。で、その時に使うのが、加法定理を使っていきます。このね、コサインカッコアルファマイナスベータっていうすごい昔にやったやつなんですけど、コサインアルファ、コサインベータマイナスじゃない、プラスだ。で、サインアルファのサインベータ。これを使っていきます。で、やり方というか流れをね、そのまま覚えてもらっても構わないんですけど、この部分、カッコの中ね、合成とすごく似ていて、まず、ルート3とマイナス1っていうくっついてる数字、係数ですね。それを2乗してルートつけたものを前に出すじゃないですか、合成の時も。それと同じです、まず。だから、3とマイナス1、まあ、2乗すると4ですね、足すと。それにルートつけるから、まずここ 2R になります。2が出てきてね。で、それを、まあ、2がなんで出てくるかっていうと、これは合成の時と一緒ですけど、中を2分のルート3とマイナス2分の1にしたいんですよ。それで位置をちゃんとはっきり分かりたいと。で、今、これ、どう当てはめるかっていうと、アルファのところをシータと考えてください。こういう感じ。だから、コサインシータかける、こう、逆だね。2分のルート3。今、だから、コサインシータかける、2分のルート3。ここだったら。2が出てきた分、2分のがくっつくからね。中に入ると。で、後ろは、じゃあ、プラスサインシータ。これね。に、マイナス2分の1がくっついてるって考えてください。いいかな ?2 が出てきたから、その分2分のがくっつきます。2を戻した時に形戻すためにね。じゃあ、今、ベータがいくつなのってとこが欲しいんですよ。角度。コサインが2分のルート3で、サインがマイナス2分の1の場所を探そうと。そしたら、これはマイナス30度。つまりマイナス6分の π ですよね。だから、ベータがマイナス6分の π って分かったので、中身、が、カッコ取っちゃおうか。ちょっとインクごめんね。コサイン、カッコ、シータ。で、マイナス、マイナス6分の π なんで、プラスに変わって、プラス6分の π になります。で、イコール4。で、この場所探しは今2分のって出しましたけど、ちょっと機械的に、合成の時に同じように考えるんだったら、2乗、係数2乗して足して、前出すと、ルートつけてね。で、2が出てきました。で、今、ルート3とマイナス1って比率ですよね。これコサインで、これサインだから、同じように、ほんと合成と同じような感じで、こうなって、ルート3行ってマイナス1下がってるのここでしょ、まあ、自分の動画ね、ちょっとね、前の見てない方は、はってなるかもしんないけど。
こうやってすぐ場所見つけることができるので、機械的に覚えるんだったら合成と同じようにやっちゃってください。使ってるのは加法定理なんですけど。で、これ2をね、両辺割ることができるんで、R、コサイン、カッコ、シータプラス6分の π、イコール2と。これが答えになります。ちゃんと R とシータになってるからね、極方程式になってると。という流れでございます。途中ね、加法定理使ってるので、これ慣れてない方はね、うんって思うかもしれないんですけど、かなり合成と似てることをやってるので、まああまり戸惑わずに、少し練習すればね、慣れると思いますので、ぜひこんな感じでやってください。ただちょっとめんどくさいのは、全部このパターンかっていうと違うんだよね、この問題。例えば2番。これも代入していきます。X のところにこれですね、入れて2乗なんで、R2 乗、コサイン2乗シータ。で、Y のところに入れると、マイナス R2 乗、サイン2乗シータ、イコールマイナス4です。で、これは R2 乗でくくれるので、こうなると。で、実は2番の方がすごくシンプルなんですけど、このカッコの中身、コサイン2乗シータ、マイナスサイン2乗シータ、どっかで見覚えないですかってやつです。で、これはね、ちょっと昔の勉強になりますけど、これ、コサイン2シータと同じなんですよ。コサイン2シータ。だから、もうそのまんま、カッコの中身がコサイン2シータなので、こう変えれます。で、これで終了です。いいかな？ちょっと懐かしい知識を使ってますが、まあ、こんな感じでやってください。まあ、1番よりは簡単ですね。で、3番は簡単そうでちょっとめんどくさいのでいきます。で、最初なんですけど、これそれぞれ代入しても構わないんですが、まあこれ使いましょう。X 二乗プラス Y 二乗、そのまま R 二乗なんでね。ちょっとね、汗がね。あ、3番が R 二乗。で、これ左辺に持ってきて、プラス 2X。で、X のとこにこれ入れると、プラス 2R コサインシータイコール0とこうなります。で、これもね、R でくくりましょう。そうすると、R カッコ R プラス2コサインシータイコール0です。で、こっからですね、今、まあ、ここに掛け算が隠れてますよね。つまり、R と R プラス2コサインシータを掛けたものが0。つまり、こいつが0になるか、こいつが0にならなきゃいけないんですよね。これ因数分解みたいな考え方になりますけど、つまりこっから、R イコール0、または R プラス2コサインシータイコール0と。まあ、これが成り立つと。で、この右側は、2コサインシータを右辺に持っていけば、ちょ、書き直していいですか？ R イコールマイナス2コサインシータって変わりますよね。じゃあもう R とちゃんとね、シータの式になってるから、じゃあこの両方答えに書けば OK かっていうと、これ両方書くとまずいんです。まあ、多分×になる。もしも優しければ3、いや、×だろうな。で、なんでダメかっていうと、結論から言うと、こっちだけでいいんです、答え書くの。こっち書かなくていい。で、途中式を書かされないんであれば、あ、OKOKOK、こっち書いとこう、みたいな。ノリでも構わないんですけど、一応理由が欲しい。で、なんでかっていうと、まずですね、R イコール0。これ何表してるってとこが大事で、ごめんね。R イコール0は極を表してます、今。ちょ、書いとこう。ここで、まあ、ここでって抜いてないけどね。R イコール0は、極を表しにしとこう。どういうことかっていうと、まあ、R と θ の復習になるんですけど、極方程式。まあ、極がありますよね。で、R は半径を表してて、θ は角度を表してると。つまり、R が例えば、じゃあ、3の6分の π って表してたら、こっから3の長さの半径で、6分の π。こっちね、30度ですね。こういったところの、ここを表してる。ですよ。今ね、この極方程式っていうのは。でも、こっちが今、0なんですよ、R が。ってことは、角度がいくつつこうが、半径がないから絶対こっから動けないんですよね。だから極を表します。R イコール0っていうのは。で、この R イコールマイナス2コサインシータ、こいつが原点じゃねえ、お前、極を通ってくれれば両角率はないんですよ。だってこいつがこれを満たしてくれるから。あ、大丈夫っす。うち、こいつ通るんで、みたいな感じ。で、通るか確認するんですけど、このね、R イコールマイナス2コサインシータ、
これ右入るかな、いけるね。表し R イコールマイナス2コサインシータは、ちょ消そっか。で、今大事なこともう一個が、シータに指定がないんですよ。シータがいくつじゃないといけないですよみたいなのがないので、つまりいくつを代入しても構わないのね。で、R0 で、こいつ0にできないかなって考えます。 R で、コサインをさ0にすれば、これマイナス 2×0 で R イコール0になるでしょ。じゃあコサイン0になるのってのは90度とか、まあ100と270度とかありますけど、まあ90度が簡単なので、じゃあシータに2分の π 入れちゃえばいいじゃんっていう、 R0 でシータ2分の π 満たしてるでしょ。つまり極通るんですよね。だからこいつは極0の2分の π を通るので、だから、あ、OK です、うちこいつ通るんで、じゃあ答え俺だけで大丈夫っすよねみたいな感じで、R イコールマイナス2コサインシータ、こっちだけを答えに書いてもらえれば大丈夫です。まあ途中でも話したように、途中式書かされないんであれば一応まあ確認した方がいいですよ、ちゃんと通ること。まあほぼほぼ通るんで、そうだから OKOK、 じゃあこっちで書こう全のノリでいいんですが、まあ途中式書かされるんだったら、まあ、この2行分の言葉、まあ一語一句ね同じじゃなくて構わないので、同じニュアンスのことをぜひね書いておいてください。では今回は高校数学数3の極座標と極方程式丸5をお送りしました。今回もね最後までご視聴いただきありがとうございました。で、次回もう一本ですね、最後に極座標と極方程式の取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。